それでは冒頭、大変恐縮ではあるんですが、事務連絡ということで、ちょっと、お話をさせていただければと思います。私どもの方から、代表の方からですね、挨拶を差し上げまして、連絡会様のですね、代表様からご挨拶をいただきまして、で一旦報道関係の方々にはですね、大変恐縮ではございますが、事前ちょっとお伝えさせていただいたかと思うんですが、ここの頭取りというところだけでですね、大変恐縮ではございますが、ご在籍をいただきまして、このような形でですね、説明させていただくような形で、考えさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。冒頭の取りだけっていうのは、こちらなんかどうも報道の、一部の方は、なんかこちらがそういうことを要望されてるかのような、要望してるかのような説明をどうも、そちらがされてるというふうに私ども聞いてるので、私たちそういうことを言ったことがないんですが、これどういうことでしょうか。今回ですね、趣旨というのはですね、なかなか、普段の訴訟の方でですね、やらさせていただいているところはあるんですが、実際そのご理解あられた方もですね、これをですね、非公式の場ではある中でですね、お伺いするという場でですね、設けさせていただいているというところがございましてですね、事前にその点はですね、そちらの事務局の阿部先生にもお伝えしてますけれども、阿部さんとのやり取りをしていて、こっちは別に了解しているわけではないということがあることと、あともう一つは、報道機関のそちらに直接問い合わせたときに、どうやら、なんかこちら側の方からもなんかそういう要請しているかのような、ご趣旨のことを、おっしゃられたというふうに、私は、報道の関係者の方から聞いてるんですが、どういうことなんですかというふうに伺ってるんです。要するに、それはちょっと、説明として間違ってませんか。阿部先生とですね、お話をさせていただいた中でですね、そういう形での進め方ということを、つまりそれはこちらの要望ということですよね。要するにこちらは別にそういうことを要望、若者しかしないんだけど、要望はしてないんですよね。ご調整させていただく中で大変恐縮ではあるんですが、そのような形でのそれはそちらからの要望だということで、ご対応していただきたいというふうにこちらは申し上げたんですが、こちらが希望されて、そういうふうな形で頭取りを、容認して、了解したということでもなく、頭取りを、例えばそういう込みた話になるから、頭取りだけにしてほしいというふうにする、希望しているというふうに申し上げたこともないんですが、阿部弁護士もそういうことは言ってないと思うんですが、どうもそちらさんからは、東京電力さんからそういうふうな、被害者サイドの話もあったというふうに、説明をされたというふうに聞いてるんですよ。ちょっとご弁護士としてしまっている点はもしあるのであればお詫びをさせていただきますが、私どもは、ご調整させていただいた結果で、すいません、頭取りだけというところでの、認識をさせていただいているというところでの、ご解説、大変申し訳ございません。こちらとしては、了解はしていませんので、そこは、こちらが、納得しているというわけではございませんので、そこの対応は、東京電力さんが、なさっていただければということになります。なんで報道機関は頭取りだけなの、なんだよ、理由は、端的に納得できるように言うっていう。何が都合悪いの。はい、先ほども申し上げましたが、訴訟の場というところではありながらもですね、実際ご被害あられた方のですね、お声をですね、次回頂戴する場ということで、皆様方から汚い形でいただく非公式の場という形でですね、その上で設定させていただいているというところで、私どもそこはちょっと伝わってないようなところがあったらですね、すみません、なんか伝わってないというと、その話し合いをしてた、私たちがなんか私が入ってるわけですけども、私たちは公開にしてくれって言っていたのに、小泉さんの方は、もう頑なに頭取りにこだわっている、そしてここに至っているということです、ね、なんで被害者の声はぜひ報道の方にも聞いていただきたいです、聞かれて困るようなことは何もありません。報道は公正にやってほしいよ、正しく伝わってほしいんだ、正しく。もうめんどくさいから、このまま続ける。あとそれからですね、被害者は全国だけでも、全国に1万2000人以上いるんですよ。ですから、ここに参加できているのはほんの一部で、その他の被害者の、全国のためにも被害者のためにも、こういう貴重なところがですね、広くみんなに知ってもらわなきゃいけない、来たいのに来れない方もいるんです、そういう方々がこの動画報告を含めて期待してるんですよ、それを東京電力が止めるというのは、私はおかしいと思います、私としてはもう
ぜひ必ずしも必ず全面公開でやるべきだと思います。今非公式とおっしゃったんですけど、これ非公式なんですか？何か分けられてるんですか？すみません、ちょっと語弊があったら大変恐縮ではあるんですが、マスコミの方がいらっしゃる中でですね、ご意見を、いただければというところでの、話ではあったので、それはそちらの話ですよね。私は原子力センターのですね、所長をやっております石田と申します。我々のですね、申し上げたい趣旨としましては、ただいま こちらの案件につきましてはですね、係争中だということは皆さんご存知かと思うんですけども、そういった中でですね、被災者の声をぜひ直接、聞いていただきたいというようなご趣旨に対して、我々としてもしっかりとですね、そういった声についてはお聞きするという形でですね、今日の場を設定させていただいたということ で、これがそういった中で、我々のやり取りがですね、としては公式ということではなくて、あくまでもこれは非公式の場ですよというようなお話でですね、調整させていただいていたというところでございまして、そういった中で我々は忌憚のないご意見をですね、直接お聞きしてということで、お願いさせていただいていたということでございます。いや、なんかむしろ、はい、ですよ。岩渕さんからの連絡を取らせてもらっておりますので、今話がありましたが、公式とか非公式とか、あるいは被害者の負担のない意見を聞きたい、だからマスコミの方は頭取りだけに書き出してもらいたい、そういうお話は岩渕さんの方からも聞いています。でただ私どもは、公式非公式だから、頭取りに限るとか、被害者の忌憚のない意見を聞くために、頭取りに限ると、こういうような東電さんのご希望については了解しましたという話ではないとか、むしろこちらは、ここに来ている被害者以外にも多くの被害者にこのやり取りを本来は伝えたいんだという話もさせてもらいました。ただそこはなかなか意見の一致が見ないままです。で今日27日、とりあえずこの場所の関係とかですね、もあって1時間しかないということなんで、東電さんは東電さんの方でそういうふうな申し出といいますか、話があったことは私ども聞いておりますので、ここで今、この話をですね、延々とやって大切な時間を費やすのもあれですので、決して私どもはこの非公式だからとか、頭取りにかけるということを宣伝にしないで、これからも引き続きこちらはこちらでこちらの立場で要求していきますので、そのことは東電さんの方にもご理解いただきます。今日は申し訳ないですけど、皆さんこの後、せっかく全国から集まっている被害者がこれでいますので、その話を4時半という限られた時間でさせてもらうということで進めさせてもらいたいと思います。そういうことでよろしいでしょうか？はい、じゃあそういうことで進めさせてもらいますので、まずは挨拶ということになります。じゃあ、あとは、はい、はい、じゃあ、そういう趣旨でちょっと、申し訳ないですが、ご理解いただいて、進行させてください。はい、それでは、当社側のですね、代表の石田の方からですね、ご挨拶させていただければと思います。はい、では私、石田と申しますが、まずをもちましてですね、弊社、福島第一原子力発電所および、福島第二原子力発電所の事故によってですね、被害を受けられた皆さんをはじめとしまして、社会の皆様にですね、多大な、ご迷惑とご心配をおかけしましたと、改めまして、心よりお願いします。ちょっと待ってください。はい、そこで謝罪、その実際に謝罪されても、その やるべきことといいますか、賠償を全く積極的にされてないですよね。その状況でまず謝って、で賠償は基本的にはもう全部こっちで決めた分しか払わないっていう、ちょっとその態度は私としては、だからやっぱりこれ多分ですね、みんな多くの人は思ってるんだけど、冒頭で、いつもこういうことやるときって謝るじゃないですか。でだけど謝ってる割にはその対応どうなのっていうことがみんなすごい思ってて、もうそんなんだったらば謝らなくていいよ、まず話し合おうよっていうふうになってるんですよ、本当に。だからそこは真に解決できたときに
謝ったりとか対応してくれませんかということだと思うんです。多分これ頭取りで、謝ってるところだけ残せばいいやというふうに思ってるのか、そういう、まあ、少なくともそういう姿だけは残そうかというふうに思われちゃう。正直これ自体が実はね、不信感を持たれるんですよ。率直に言いまして、原告の方々の思いというのはその点共通でして、責任を認めず、そしてまた、きちんとした償いをしないままで、ただ言葉だけで謝罪の丁寧な、登場を述べると、そういう言葉なら聞きたくない、むしろこちらの訴えなり、話を聞いてもらってから、納得のいく解決ができたときに、十分にそれは終わりもしてもらいましょうと、そうしたいというのが、原告の被害者の皆さんの共通の思いです。我々はですね、先ほども申し上げまして、重ねて申し上げますけれども、まずは被災された方々のですね、声を聞いてほしいというご要請がありましたので、そこに関してはですね、きちんと我々もお声を聞いてですね、しっかりと心に刻んで、今後のですね、福島の復興ですとか、賠償に対してもですね、真摯に取り組んでまいりたいという考えを持ってですね、お受けしたというところがございます。でそこのやり取りがちょっと事務局ベースでですね、どういうやり取りをされていたかというところは分かりませんけど、ちょっとそこが生じているというところはありますけれども、我々はあくまでも今日の場といいますのは、被災された方々の声を直接聞いていただきたいということにお答えして、こういう場をですね、設定させていただいておりますので、まあ、時間も限られてますから、ぜひ忌憚のないですね、被災者の方々のですね、声をお聞かせいただければというふうに思ってございます。ですので、まあ、もう着席されて始めましょう。そしたら、はい、そういうところで、要求書とかは正式に今お渡しするということですかね。すでに渡してるのかな。いただいております。統一要求書という形で、はい、お渡しいただいているかと思うんですが、それはお読みになっていただいているということでいいですか。はい、すみません。で、まあ、中には、東電の、東電またではないものも、まあ、含まれているということも分かるんですが、まあ、この前提として、当然ですけど、東京電力さんって3つの誓いっていうことを掲げておりますよね。これはどういう内容か、十分ご理解されてますよね。はい。で、まあ、そこら辺を含めてですね、で今の賠償の現状とかっていうところについて、やはり、皆さん、こういった時に思うところがいっぱいあるんですね。で、この辺について、ぜひ何か、話してもらえればなというふうに思うんですが。すいません、はい。代表の方のご挨拶とかは、そうです、だからそこも含めて、はい、そこも含めて、はい、福島原発被害東京訴訟原告団体の会社です。私たちは、今回の、東京電力の、福島第一原発の事故を、受けまして、まあ、私は避難者として、避難したが、これは、まあ、区域外からということにはなりますけれども、さらに、多くの方々が、その汚染された土地に、残ったまま、の生活を強いられているという状況になっております。強制的に避難させられた方も当然避難者だし、その汚染は区域、その避難指示の区域を超えて広がってますから、その区域以外から避難した者も被害者、そして、そのまま、その避難の指示の出てない地区域に住み続けているのも被害者、そういう多様な被害者がいるわけです。でそして、まあ、それぞれの立場での、損害を回復させるために東電の方でされました、まあ、決めましたといいますか、加害サイドで決めました、賠償としては、まあ、非常に、貧弱なものですから、私たちの被害の救済、生活再建には全くかなうものには なってないと思います。ですので、裁判を起こすしかなかったわけですね。これ本来は、裁判なんかを起こさなくても、それは加害した分に対してしっかり
賠償をすべきなんではないんでしょうか。それが不十分だからこそ、このような、訴訟になってしまっているわけです。そして私も、訴えましたし、全国1万2000人を超える、原告が、各地の裁判で戦っているという状況になっております。でそして、今回ですね、この3月に3つ連続して判決が、出ました。どれをとってもですね、東電の今まで行ってきた賠償は、不十分だと、そういう内容になっております。そのような状況でですね、今まで東電との、話し合いは、何とか、いろいろな形で持たれておりますけれども、やはり、これ以上すでに払うべきものは払っているんだという、お立場の話ばかりが、届いて、その場で発言されておりまして、私たちとしては、全く、この被害の実態に似合ってないと、思っています。で、今日はこの統一要求書という形で初めてこの訴訟の原告団の全国連、これで、私たちとしてはこの、被害救済、これも原告に限らずですけれども、その被害救済のためには、この統一要求書を作って、そしてそれの実現に向けて、動いていかなければならないというふうに、意思統一がされております。でそして、この統一要求書の中には、東電に、やっていただかなければならないこともたくさんありますので、まず、加害した、東京、原発を持っていたですね、原発の、管理をしていた、東京電力の方には、しっかりこの統一要求書に、従ってですね、で私たちと話し合いをに、話し合いをしていただきまして、しっかり、この問題の解決に向かって、進んでもらいたいと思います。現状は完全に止まっていると、場合によっては後ろ向きに進んでいるように私たちには思えてなりません。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではですね、申し上げました通りですね、こちらで大変恐縮でございますが、報道関係の方々にはですね、申し訳ないんですが、お出しいただきたいと思います。いや、東電側からしたこともないんですか。だって一般的であんまり取材してる意味がないと思うんですけれども、でも一般的にしたこと必要じゃないんですか。はい、お願いします。いや、というか、こちら側からの主張だけで、当然何もないので、一言でもないと。当然、ちょっと言ったら。今のコメントに対して、はい。はい。我々の方でですね、今賠償に関しましては、これは皆さんもご存知 の、 その国の中間審等を踏まえてっていうところが前提にはなっております。ただ弊社の事故と相当因果関係が認められる損害につきましては、その賠償の対象と認識しておりますので、賠償のですね、その中間審等の、明示されていないですね、損害項目も含めまして、引き続き被害を受けられた方々のですね、個別のご事情というものをご丁寧にお伺いしましてですね、できるだけきめ細やかなですね、賠償に努めていきたいというふうには考えてございます。その中間審が足りないという、中間審ではダメだというのが、ここの判決、裁判の判決の積み上げだと思います。なってないでしょう。実際にですね、よく個別のご事情をお伺いしていくにあたってですね、これが当社の事故による相当因果関係がですね、全く認められないというふうに言えない事象というのも確かにございますので、そういったものに対してですね、我々の方でもいろいろ確認しながらですね、賠償を応じる必要性のあるものについてですね、今現在応じているというような状況でございます。だから中間審に基づいてそれだってやってないでしょう。あなた方は訴訟を起こしているから今支払いまでってやってるんじゃないですか。今愚痴を立てようとして金も払えない人がいっぱいいるんですよ。それもダメって言ってんじゃないですか。なんでそんなやってるって言うんだよ。ちょっと私の言ってることで誤解なさってるかもしれませんが、我々が申し上げたいのは、あくまでも当社の事故との相当因果関係が認められるものにつきましては、だからそんなこと言ってるんだよ。今のメッセージすると、若干少し言ってるんだけれども、はっきり言うと今、ここに来ている人たちに一つ大きな怒りになっているものが、中には訴訟と並行して原発 ADR をやっている ADR の方もしたり、そうするとですね、訴訟をやっている原告については、バカについて留保するという対応をされている、東京電力が。
このことにて困ってる人がたくさんいるんですよ。でそれは裁判を起こすことについては、例えば ADR でも合意したときに裁判を起こすことについては妨げないような生産条項とかって、生産条項でもそういうふうな形で、別枠でっていう形で、まあ、要するに事実上生産条項がないような状態にしてるにもかかわらず、今度は結局判決が出るまでは確定するまでは応答しません、まあ、事実上裁判をやること自体の妨げになっている。逆にそういうことが、今の怒りの発言なんですよ。わかりますか。このことについてはどうなんですか。でもう一つ言うと、まさに3つの誓い、ね、東京電力は3つの誓いというのを立てている。でその中に和解の尊重ですよね。和解の尊重という意味、参考になりますよね。うん、和解案出しても疑惑しない。このことなんですよ。果たして誓ってるんですか、誓い通りになってるんですかっていう質問。私は、まあ、私は当事者じゃないけど、当事者はもっと怒りでふざけんなってなるけれども、私の立場から言えばそういうことなんですよ。どうですか。福島原子力交渉相談室の白井と申します。本日はありがとうございます。まあ、ADR というお話がございましたけれども、もちろんいろんなケースがあろうかとは思っております。まあ、個別のケース、一概に申し上げることはできないかとは思っておりますけれども、先ほど事前の方からも申し上げましたとおり、審査会の中間指針等に基づきましてですね、まあ、それに基づいていない賠償項目、があったとしましてもですね、相当因果関係のあるものにつきましてはですね、適切に賠償させていただいているというような認識でございますので、それは判断の上でですね、答えになってない、答えになってない、裁判を起こしている原告についてね、直接請求で支払いを例えば留保されている、そのことご存知ですか。例えば住居確保損害とかね、請求しているので、支払われないんですよ。そのことについて言ってるんです。私もね、言い立て村の集団エリアの申し立てもやってるんですよ、外人でもやってるんですよ。同じことやってるんですよ。債務を起こしてる原告中にいるのね。そうするとそこだけは解除しないんですよ。留保するんですよ。こういう問題だから、その相当因果関係があるんじゃないんですよ。云々の問題じゃないんですよ。でお宅ら言ってる中間指針に基づくお支払いなさってないじゃないですか。それすら応じてない。ADR どころじゃない、今まで払ってきた継続的に払ってきた直接請求本賠償すら、訴訟を起こしてるからという意味でストップをされてます。私の担当している要介護の方の損害について、つい先日一旦認めたものをあれ間違えてきたと言って支払いませんと言ってきました。この事実は間違いないんです。それにもかかわらずあなたは先ほどしらじらしくも中間指針に注意をするけれども、個別の事情を引きして因果関係のものは支払っていると言いましたけども、それは真っ赤もそうですよ。通じられるか、うん、なるほどね。ADR が今全面的に停止状態になってるんですよ。東電が ADR に対して、3つの誓いに反して ADR の仲介案を飲まない、訴訟をやってる原告については訴訟が決着つくまで、判決が確定するまでって言ってるんですよ。東電は判決が確定するまで ADR についての和解案は認否を留保します。そういう言い方を去年の9月から急遽東電のそれまでの方針を切り替えてそういう方向に転じた。その理由として東電が言ったのは、前橋地裁判決の基準からすると ADR でさらに追加して出す必要はないんじゃないか、であくまでも訴訟で決着をすれば東電はそれ以上の金を払う必要ない、そんなことを言ってるんです。ところがこの3月の判決でもう ADR の今まで ADR について停止していたその論拠が崩れた。それはいずれの判決も中間指針の基準を相当上回るものを認めている。だから東電はこれらの判決にもついて ADR をストップさせていた責任を直ちにやっぱり負うべき、すなわち ADR をもう速やかに和解を成立させる、そういう方向に転換すべきじゃないんですか。で2月から3月弁護士会が会長声明出したの知ってますか。 ADR の東電の拒否問題について石田さん知ってますか。私は報道機関等の報道では存じ上げます。じゃあそれじゃあ後で出しますが、福島弁護士会会長声明
それから日弁連会長選、東電の対応に断固抗議する。東電は仲介、ADR の、提案、和解案については迅速に応諾する、そういう誓いを立てているのに、全くそれに反する態度と。じゃあもう少し具体的に言いますと、私は福島の避難者訴訟の裁判の代理人です。でそれと同時に山木屋という地域の提訴している原告の ADR 申立人の代理人でもあります。で山木屋では約70世帯が ADR を申し立てた。それは訴訟をやっていると時間がかかって速やかな救済が受けられない。だからせめて ADR で早く賠償金を一部でもいいもらいたい。でそういう非常にこう差し迫った状況にある原告の皆さんが ADR の申し立てをした。で70世帯のうち、じゃあ仲介委員を挟んで、先例に倣って基準、その基準で解決しましょうという申し合わせをもう一昨年にしてるんです。それで順次解決していった。で70世帯のうち11世帯については和解案が、和解案を東電が飲んで、それで解決ができた。ところが急遽去年の8月頃から東電の態度が一転してしまった。で ADR については任期を留保します。あくまでも東電の本賠償基準を超えるものについては ADR でも認められません。そういう姿勢に転換したんですよ。だそれは最初の前橋地裁の判決を引用して、判決では認められた額が少なかったから。ところがその後状況が変わったじゃないですか。7つの判決を受けて。だから ADR で迅速に救済を受けたいと、賠償金の一部でもいい、要するに ADR で認められていた基準通りの賠償金を早く受けたい、そういう申し立て人が今いっぱいいる。それが全面的にストップされてしまう。でそれについて東電はどういうふうにしてその事態を解決するのかと聞いているんです。例えば裁判やったらダメだっちゅう。要するに簡単なことなんですよ。ADR 申し立てて、裁判やってる原告に、裁判やってない原告に対しては ADR で和解仲介案が出たらば応じるんです、東京メディアが。だけれども、裁判やってるっていうふうになった途端に、その人については同じ内容であっても応じないんですよ。そうなんです。こんなバカな話ありますか。これは裁判係争中の中身の問題じゃないですよ。ADR に対する対応の問題ですよ、これは。訴訟の継続中の内容の問題じゃない。裁判をやってることを理由に、その、原告センターのあれを応じようとしないということ、これはもうこういう態度を取るようになったことの問題を言ってるんですよ。まさに、これが3つの誓いを、ね、もう何つっぱく言いますけど、3つの誓いをご理解してますよね、内容もよく分かってますよね、この問題担当されているから。であれば、そこは和解仲介案の尊重って言ってるんですよ、3つ目に。紛争審査会の指針の考え方を踏まえ、紛争審査会の下で和解仲介手続きを実施する機関である原子力損害賠償不可センターから提示された和解仲介案を尊重するとともに手続きの迅速化に引き続き取り組む。尊重してないでしょっていうところ、尊重してないんですよ。これがおかしいじゃないですかという声なんです。要するに裁判している原告に対しては制裁を加えているのと同じだっていうふうに私たちは感じている、被害者全体が感じているっていうことですよ。それは、ホームページとかで3つの誓いとかをメディアさんや全国民に対して、全市民に対して、打っているけれども、実際は実情、私たちは裁判もやりながら ADR もやりながら被害を回復していこうとする中で、それは裁判している人たちに対してさらなる被害を与えているっていうことに他ならないって言ってるんですよ。二枚舌だって言ってるんですよ。ある原告はね、その東電の職員からこう言われたんですよ。 ADR で早く解決したかったら訴訟を取り下げてきなさい。とんでもないことですよ。東電というね、権力あるものがそういえばね、もう裁判を受ける権利の侵害ですよ。そうですよ。そういうことは絶対に許されない。速やかにそういう態度を猛省して ADR を迅速に解決させる。コメントして、コメント、コメントください。 ADR をやってやる人間は全部ではない、一部、今まで例があったように、私たちの言葉からすれば泣き寝入りなんだよ。
ナチネイリ。あの、多分もう問題意識は伝わったかと思うんですけれども、この点についてお答えいただけますか。そう、それを。ご承知の質問の白井でございます。まあ、ちょっと個別のですね、事例については、ちょっと分かりかねるところではございますけれども、おっしゃられていることはですね、理解したつもりではおりますので、ちょっと訴訟等に関するところもございますので、この場でそれについてどうということは、招待させていただきたいと思いますけれども、ただ、ご意見としてはですね、承らせていただければというふうに思います。訴訟等に関するところじゃなくて、これは ADR の問題なんですよ。わかります？訴訟の問題、今訴訟の問題の中身を解決しようって言ってるんじゃないんですよ。すみません、私は ADR と訴訟が同時進行しているものということをおっしゃってるのかなと。そうです、同時進行してるわけですよ。同時進行してるわけだから、同時進行って言っても、例えばその訴訟物とか違ってたりとか、請求の対象が違ってるものとかでも、賠償、賠償拒否してるようなケースもあるんですよ。それにさっきも言いましたけど、ADR どころじゃないんですよ。住居確保損害の支払いが忘れることを前提にして、その支払いを受けることを計算に入れて、避難先で住宅をこう建築する契約を結んだ、でその着手されている、その支払い期限がもうすぐ来る、それなのに突然、あなたは裁判をやってるから払わないと言ってきた、本当に私は首を吊らなきゃならない、破産しなきゃならない、裁判すぐ取り下げてほしい。こういう原告が現に言うんです。これは裁判の問題というよりも、約束したお金を払わないという、裁判をやっている人間には払わないという、そしてこれだけ切実な、その深刻な事態をその避難者に二重に課しているんです。そのことがおかしくありませんかと聞いてるんですから、具体的なこと分かりませんじゃなくて、そういう事態があればおかしいかおかしくないかお答えになったらどうですか。申し訳ございません、はっきりした答え申し上げないと非常に申し訳ないと思っておりますけれども、その個別のですね、じゃあご事例がどんなものか、すみません、私もこの場でですね、これ、個別のもね、一律の対応になってるんですよ、これ、大事な問題、これね、個別のケースでなんかそういうね、手違いがあってとかっていうことであれば、それは確認して、まあ、これは個別にちょっと確認して、回答しますっていいんですよ、だけれども、これ、一律なんです、全国一律、どこでも起きてるんですよ。我々だけです。でもこれは、今のこれ、浜通り被害弁護団の中でのケース、山際の人たちのグループとか、で私担当して飯舘村の、ケースとか、私、首都圏弁護団の訴訟をやってますけど、裁判をやってますけど、別に飯舘村の集団申し立てとかもやってるんですよ。みんなどこででも起きてるんですよ。全国の、だから弁護士会がなんで声を上げたのか、弁護士会の方でも意見なんで出したのか、それはあっちこちで全部起きてるから、それはだから個別の問題じゃないんですよ。ここでも何もね、どこそこも何さんについてもね、回答しろって言ったわけじゃありませんよ。そんなことをこの方は言いません。ただ典型例として挙げてるわけですから、そういう事例があったらば、それおかしいかおかしくないか、その返事ぐらいはできなかったです。それを個別しようか分かりませんと答えないのは、それは不誠実です。それとも東京電力は内部で裁判を起こしている人たちに対しては ADR だろうと直接請求だろうとそれは応じないというふうな方針になったんですか。それは内部で、どうせ皆さんたちも関わっていることだし内部文書とかも出てるでしょうからその辺についてはお分かりでしょ。それ教えてくださいよ。ちょっと1点だけですね、まあ、その一律に、まあ、我々の方が対応しているということについて我々の方もですね例えば先ほどちょっと私も聞き漏れてしまって大変申し訳ないんですけれども、まあ、我々の方でこの賠償のですね、それなり、まあ、それなりというか、総合のですね、基準なり、そういった先ほど言った中間指針に基づいているというのが、まあ、大前提にはなりますけれども、まあ、そういった中でですね、今までお支払いしてましたと。で、それを超えた、いわゆる基準を超えたものをですね、仮にお支払いしたかといいますと、やはりそこについてはですね、お支払いできてなかったという現状がございます。で、それに対して、例えば訴訟の方で、それを拡大するんだと、そういうような訴訟が入っている場合に対して、ADR の和解仲介案が出てもですね、訴訟の判決というものがやはり出ないとですね、我々も公正にそれを扱えるかというような話もございますので、そういうことで、言ってるんではないかなというのは、ちょっとすみません。私もそこは詳細に確認はしてない中で申し上げてるんですけれども。違います。はい。これはもうどこでも上がっていることなんですよ。で、ここについてきちんと時間が限られているから、まあ、それ今回答できないけど、僕はそれ自体がものすごい不自然だし、不誠実だと思う。だってそれ内部で分かってるわけ。
これきちんと回答していただけますか、これについて。回答していただけますか、この点について、この問題について。あのすみません、その一律に言っているところをですね、まあ、まずはまあ我々ちょっと確認はさせていただきたいと思ってございます。で実際にこれあちこちで起きていることについて改めてかどうかも含めてこれはちゃんと回答してくださいよ。いいですか。あの、ね、そういう事実を東電側が掌握してないはずがない。だから石田さんそこに座っている方々は一体事実をどう把握してるんですか。単に今日は聞き置くだけでいいという思いだけでそこに座っているんですか。今ね、どういう状況が全国で、まあ、裁判は裁判として置いとくとしても ADR っていうのはね、あくまでも東電が真摯に対応して迅速に、かつその仲介や提案についてはそれを受け入れますと、もう3つの誓いで言ってることなんだから それはそれです。あの訴訟と切り離してやってることなんですよ。だそういう、それを東電は全て今拒否して、でそういう実態をあなたは知ってないんですか。はい、私の方もですね、過去において賠償の業務っていうものを携わってございました。でそういった中で今のお話を聞いていて、ちょっとすいません、私もちょっと離れてますので、あれなんですけども、基本的にはですね、今まで、お支払いできるかお支払いできないかっていうところは、先ほど申し上げましたように当社の事故とのですね、因果関相当因果関係があるかないかっていうのが前提として確認させていただいたですので、そういった中でお支払いできてないっていう方がいらっしゃるとして、でお支払いできてないっていう方に対してもお支払いすべきじゃないかっていうようなご主張に対してはきちんと我々の方では最終的にですね、それは裁判の、決心が下ってからなのか、ADR の赤い村長という中でやるのか、そういったところでいろいろ総合的に判断してお支払いというところでさせていただいているというのは私の経験上で申しますと、そういう流れでやってましたので、論点ずらすのやめなさいよ、本当に。論点ずらすのやめてください。我々言ってるのは相当因果関係の問題で、じゃあそうすると裁判を起こしている人に対しては相当因果関係がない、裁判を起こしてない人に相当因果関係があるってことなんですか。決してそんなこと言ってないですね。そんなことないんですよ。じゃあちょっと待って、今聞きます、はい、そんなことじゃないんでしょ。そんなことじゃないんだったらば相当因果関係があるというふうに党でも判断して ADR で出たものについて受諾するのはちゃんと受諾してくださいよ。原告に対しても、裁判やってる原告に対しても、原文センターからの、和解仲介案が出てるものについてはちゃんとそれは相当因果関係があるというふうに判断したら受けてくださいよ。その通りです、うん、原告であるか否かという因果関係の判断要素じゃないんでしょ。だったらそういう対応に改めてくださいよ。因果関係関係ないでしょ、ね、だからまず1点それでね、それをちゃんと回答してください、その点について。今までそうなってないから、去年ぐらいからそうなってないから。いいですか？よろしいですか？ぜひお願いします。すみません、限られた時間で、分かってますけれども、はい、分かってますから、こちらで今それ、そこを踏まえてやってるので、はい、うん、やってください、回答してください。期限切った方がいい。うん、2週間ぐらいで回答もらえますか？これもう、どうですか。そんなに時間がかかるんですか、これ調べる。いや、そこはちょっと確認はさせていただきたいと思います。じゃあ確認して回答いただけますか。いや、回答いただけますかって聞いてイエスかノーかで答えてください。おじしろ、じゃあ事務局の、先生、安倍先生の方にご回答させていただければよろしいですか。じゃあ安倍弁護士の方にご連絡ください。2週間ぐらいで回答求めます。いや、まだ他にもね、問題はあるんですよ。で、例えばこれ、まあ、今のエリアの対応の問題だけれども、この間、特に区域外からの避難者、まあ、よろしいでしょうか。すみません、本日はですね、まあ、時間も差し迫っている中で、事前に統一要求書ね、代表の方からお話しいただきました。まあ、それに対して、まずは。いや、もう統一要求書に関わる問題じゃないですか。ね、きちんとした、ね、第2項の避難区域の内外避難在住に関わらず、すべての原発事故避難者は精神的苦痛を生じ、生活に改善しに十分な賠償を求めますって第2項を挙げてるんですよ。まさにそこの内容の問題なんですよ。いいですか。そういう形でさ、なんか働かすのやめてください。で、こちらのちゃんとそれ分かってる。そこの件についてはあくまでも訴訟に分かってますよ。かかる話ですよね。だからそこにでも関連する、だから今の ADR の対応の問題なんかまさにその問題に関連するわけですよ。はい。で、だからそれがしかも訴訟の枠に入らないところ、訴訟の枠でないところで極めて問題でしょっていうふうにされてるんです。
あくまでも今、係争中であって、我々は最後の中でそこを申し上げるというふうに申してますので、そこについては、今日の段階においてはですね、あのコメントは差し控えさせていただくということを冒頭申し上げたつもりでおりますけど。でもいやじゃあ何なんですか、じゃあこれ統一要求書を出して、分かりますで当事者の声を聞くで、それがまさに今問題点とか言ってるわけですよ。じゃあ今の話、ADR の話は係争中の問題だと思ってるんですか、訴訟の係争中の問題なんですか、違うでしょ。そこはだから確認をさせていただいて、我々の方で安倍弁護士に回答させていただくという話をさせていただいてます。だからね、いやあなた方は今ね、そういうね、私たちもそのね、訴訟のね、内容に中にね、深く入ることについては、その訴訟係争中のところについては、のコメントを求めてるものじゃないんですよ、我々ね。我々求めてるのは、訴訟係争、今まず聞いてるまさにね、ADR のところ、これ、原告か否かにと関わらず ADR に対してはちゃんと賠償しろっていうのは、ね、それはこの2項にも関連する問題で生活再建する十分なもの、先ほど住宅確保損害でさえ支払われないっていうような対応しているっていうところについて、これ係争中の問題なんですか、違うでしょう。原告かであるか否かによって因果関係が違うんですか、違わないでしょう。東電が因果関係があると思って賠償してきてる問題でしょう。それについて原告であることを理由に賠償を拒絶してるから問題だっていうふうに言ってるんですよ。これは係争中の問題の中身の問題じゃないでしょう。すみません、そこの件については先ほどから申し上げてますように確認をさせていただいて安倍弁護士の方にご回答させていただくということを申し上げますので、はい、いいですよね。だから今そこでまた話を続けようとしたらば、先ほど後ろの方がこの統一要求書に関連していることでっていう内容を踏まえてっていうことを言ったから、でそれを喋ろうとしたら今度あなたの方が今度だから今の話も含めてこの話ですよって言ってたり、そしたら今度あなたの方が何ですか、今度は訴訟に関わるものがうんぬんかんぬんって言い出す、そちらのやり取りでこの全体の議論をはぐらかす、ごまかそうとしてるだけじゃないですか。こんな失礼な対応はないでしょう。いいですか。でね、まずね、それで被害者の当事者の声絶対聞いてほしいと思う、今もみんな言ってるけれども、そしてこの間の裁判も含めてて被害者の中でも多い、まあ、区域外の、ね、声とかっていうのも本当に見捨てられている、でそういう問題について本当に皆さんたちどう考えて、ぜひその声も聞いてほしいと思うんです。ぜひちょっと区域外から来た人の避難者で、これ言いたいっていう方は言ってください。すいません、一旦ここで大変申し訳ございません、冒頭申し上げました通り区切らさせていただければと思います。これ一番大事なところなので、京都訴訟で決まった判決に関してはみんなすごく困ってます。賠償を認められた分は早急に速やかに払ってください。それと ADR の話なんですけれども、一つお聞きしたいんですけれども、個別的に対応するとおっしゃいましたけれども、 ADR で対応する人たちは東電の人ではないはずです。委託されている嘱託のような形の人たちです。あの人たちがそんな権限があるんですか。皆さんのように偉い人でさえお持ち帰りしなきゃわからないような問題が、あの人たちは私たちの声をきちんと ADR で話を聞いてくれる人たちなんでしょうか。すいません、ちょっとその時の私どもの対応したものが、どのものなのかすいません把握してないので、一概には申し上げられませんけれども、まあ、おっしゃる通り、社員もいればですね、あるいは対応についてはですね、弁護士の先生に委託している部分もございますので、まあ、どちらかあるいは両方かと。直接請求のですね、窓口については、まあ、社員もおりますし、おっしゃる通り委託の者もいるというような状況でございます。私は富岡町の、福山に住んでいた遠藤と申しますけれども、ADR とかそういうことではなくて、今うちの私の状態は78歳の時にこれ震災があって、現在85歳になってます。その頃はまだ元気があったんですけれども、つい、今月の10日の日に妻も倒れて、で、救急車騒ぎをやったんですけれども、とりあえずその心身ともに経済的も含めてもガタガタですよ、一番。ですから払えるもんだけ
あ、何が払えるのかよく分かんないけど、なんか決まっているものがあるらしいですね、推進的慰謝料ですか。それだけは、明日でも払ってくださいよ。もうどうにもなんないですよ。今月の家賃は払えんだけど、来月は払えませんし、来月払うとお金払ってしまいました。これはもう、食べることができないわけですから、とにかく、なんとか考えてくださいよ。で、うちはもう何にもなくなっちゃったし、うちの周りから、もう、自然環境から、うちから、すべてをね、一瞬にして、全部もうきれいさっぱりともう、取り払っちゃってさ、今、道路から先、30メートルぐらいまでは除染したけど、そこから先は山でも歩けないんでしょ。そういう除染の仕方でさ、除染が終わったからって、これはいないと思うねって。アブマ300全部削ったわけじゃないんですから、必ず、汚染物質は浴びるために流れてきますよ。とにかく、私には何がしかの、精神的慰謝料ですか、それを、例えば、月額10万円だとしたら2人ですから、720万、1440万ですか、それだけは払ってください、とりあえず。そうすれば、そんなに、あと、残りに対してはまた、いつに、この弁護団の方で話するでしょうから、とにかく、その分だけは、お支払いください。私のときに死んでもいいって言うんだったら、話は別だけどね。もういい加減にしてください。被害者をこれ以上殺さないでください。このままね、そういうふうに対応したら、まだまだそういうことで亡くなっていく人が多くなってきます。もういい加減にしてくださいよ。せめてね、中間地に決めたものは、きちっと早急に支払うべきだというふうに思います。それで、裁判は裁判です。別ですからね。そうでないと、これからまだまだ亡くなっていく人が出てきます。これ以上、殺さないでください。本当に妻が倒れてきたのは京都から来てて、少し短くて一言だけすみません。本当に事故前の状態に戻してほしいという山々なんですけれども、とにかく皆さんがお勤めしているこの会社が事故を引き起こしたということをまず自覚してほしいということも思います。そしたらその事故の被害が どういうものがあるのか、その健康の問題も含めたいろんなそういう被害があることをしっかり把握して、それに誠実に対応してほしいと思います。区域外避難をしています。一般の主婦です。一般の主婦なので普通に生活したいので、メディアに出ることとかは望んでいません。ただ皆さんのお話を聞いていて、すごく痛くなってマイクを取らせていただきました。先ほどから相当な因果関係があって何度もおっしゃってますけれども、相当因果関係があるかないかはそちらが決めることなんでしょうか。私は原発事故がなければ避難はしていません。これが避難している事実で、相当因果関係があると私は思っています。全国に避難している人たちはそういう気持ちを持っていますし、私も小さい子供がいるので、とにかく子供を守りたい、とにかく子供の健康だけを一番に考えたい、それだけを思って避難をしています。それは相当因果関係があると肝に銘じていただきたいです。当年としては区域外避難に関しては相当因果関係がないと考えておられるか。この話については回答は差し控えさせていただきたいと思います。そこはそういうことでは申し訳ございません。そうすると区域外避難に関しては、ここでは議論ができないということなんですか。大変申し訳ございませんけど、そういう形で解釈いただいて結構できます。それが東京電力の語るに落ちた本音だよ、本当の正体。また相当因果関係という言葉を使うこと自体が
肩に落ちてる。相当因果関係っていうのは、福島に何で原発を作ったの？福島に原発を作った。そしてその原発に事故が起きた。相当因果関係以外の何でなんですか？ここの放射線原発を作れ。その福島に原発を作った理由を東京電力はなんと30年史に書いている。基準工地帯がでなければ原発の出場権は基準工地帯であることって東京電力の三条に書いてある。相当因果関係をあなた方が作ってんじゃない。なんで我々のところに原発を作ったの？相当因果関係どう説明するんですか？あげくの果てに安全神話で騙してきたんでしょう。札束で黙らせてきたんでしょう。これ相当因果関係じゃないですか？あ、ゼロ。根本が違う。あくまでですね、我々事故を起こした当事者でございますから、それに対しては深くお詫び申し上げたいと思うんですが、大変申し訳ございません。その相当因果関係っていうことに関しましてはですね、先ほどの答えと私は同じで、差し控えさせていただきたいと思ってございます。ちょっと時間もなくなってきつつあるので、先ほどからの話を聞くと思うんですがね、私今日これから先に向けて、ぜひ前向きな実りのある話の今日は第一歩糸口にしたいという期待を本当に持ってきたんです。ただ残念ながらあなた方の発言があまりにもひどいので、冒頭は随分荒れてしまったけれども、そういうやり取りがしたくて来たわけではないんです。で、それから係争中の案件については差し控えたいとおっしゃるのは分かるんだけれども、で何もその係争案件そのものが言いたいんじゃないんだけども、それまでもね、事故から7年経って、裁判提出から、ね、5年も6年も経って、で、この間に7つの判決が出て、やっぱり時期はそこまで進んできてるんです。今その裁判の中身はしたんじゃないんだけれども、そのようにして、あるべき解決、今後のどういうその賠償が本来必要であったのか、そしてどういうその救済が必要なのかっていう、あるべきそろそろその解決をしなければならない時期に来てるんじゃないかっていうのは、私がこの間裁判を取ったりできての現在の切なる思いなんです。だから、それは今日今答え出すとは言いません。だけど例えば今典型的な例があったから、区域外の避難者について当然今までどの裁判でも因果関係はないって言い張ってきたんです。で今日もそうおっしゃるんでしょう。だけどもうそろそろそれは考え直す時期だと思うんです。裁判を取り続けたんだから。でそれをまたもう残りの20件の裁判を最後までやるんですか？控訴審最高裁までその30件の裁判全部がフルコースやらなきゃならんのかどうか、それはいくらなんでも人道に戻る。そろそろ見えてくるじゃないですか。大企業らしい被害者の実相をちゃんと今日も聞く機会を提供したんですから、今後前向きにやっぱり考えていただきたい。俺はそう思います。僕はね、東京電力の人たちで中間地って言葉を金貨玉状のごとく掲げてずるい対応してるなと思ってるんです。で一つはね、中間地震、愛に基づいて行われている原発 ADR の結果について、最初の問題議論になった裁判の原告に対しては応答しない、中間地震というので基づいたそういうものについてさえ東京電力が応じようとしない。ところが一方でこの区域外とかを中心に中間地震がっていうふうに言う。ところが実際にこれまでどこの判決も全て基本的に中間指針の法規範性を否定してるんですよ。相当因果関係のベースになっている中間指針とやらというのについては否定してるし、さらに言えば中間指針だけじゃない、東電の賠償金、東電が言ってるものでさえ否定されてきているんですよ。それがこの間の5つ、7つか7つの裁判の、結果なんですよ。でそれを踏まえたらばある程度方向性は分かるはずですよ。そしたらまあそれについて、はい、もう例えばもうそろそろそういう意味で言えば訴訟上で中間指針に合併するようなことはやめるとかいう対応とか考えていただかなきゃいけないと思うんです。まあ、もちろんそれを今すぐ答えとか言わないけれども、はい、そこについてきちんと東京電力の中で考えてほしい。そこはまず訴訟戦略上としては考えてほしい。そして、個々の対応についてもきちんとやるべきだ。 ADR の問題だってそうですよ。区域外に対して、ね、ADR で一定の、分かるとか最初から入り口から乗らない、特に浜通りの生活同感とか含めての ADR については最初から乗ってこないんですよ。だから ADR の方も原発 ADR 動かないんですよ。そういう対応してるのが、むしろちゃんと議論した上で出たものについて尊重するって対応するのが統計と本来の姿だ。だけどそれすらやってこようとしてこなかった。だから
それが問題なんですよ。これは訴訟とかの問題じゃない。だからぜひね、そういうところも考えてほしい。で、今日の回答を見ても、まあ、はぐらかされてるというよりかは、まあ、もしかしたら対応分かってないというかですね、すぐに答えられない人が出てるのかなというふうにも気がしています。まあ、人がいる割にそれはちょっとどうかなというふうに思うんだけれども、だったらば、ね、今後私としてはこれちゃんときちんと継続していきたいと思って、それは、はい、被害者当事者の声を聞いてほしい。でしかも今言ってるような、例えば冒頭で出てきたような問題のような、これはまあはっきり言って原告か原告でないかで区別するような対応っていうのはもうそれはもう論外だと思ってるけど、そういうのも含めてやはりきちんとそういう解決ができるもの、裁判で解決しなきゃいけないもの、裁判外でちゃんと解決できるものっていうのはあると思うんです。そういうのを一個一個進めていきたいというふうに思うんです。ですのでぜひ今後交渉するときはそういうことも含めて対応できる人に同席していただきたい。私どもとしてはそう思います。今の件でね、この統一抑止書の10項目に被害者との定期協議の場を設けると、今日ぜひこれについて定期協議を設ける、例えば4月中に設ける、そういうことについて了解をしてください。今後、今日は非常に時間が足りなかったので極めて不十分な話し合いになって、次回にはもう少し具体的に詰めていきましょう。で4月中定期協議をするまず、どうですか。大変申し訳ございません。そこについても一応ご意見として受け止まりますが、こちらについてもですね、今後の対応ということに対してはまた事務局で調整させていただくような形にさせていただきたいと思います。いやでもそれね、協議するっていうふうに言うけれども室長の判断でできるはずですよ。そんなに難しい話じゃないでしょうか。そうだ、いや あくまでも我々もですね、なかなかその経験にですね、何回も申し上げて大変申し訳ないんですけれども、裁判にかかるような話っていうのもございますので、そこについてはもう一度ご意見として受け止まった中でですね、検討させていただき、調整させていただければと思っています。私はね、いやでもね、裁判にかかる問題という、例えば ABR のさっきの問題なんかは裁判にかかる問題じゃないんですよ。で、それ以外にも裁判にかかる問題というところだって、本当にそのいわゆる高校でのそういう争いの問題とそうでない問題というのもあるわけですよ。だからね、やはりね、そこについてね、そういうのを理由に、係争中を理由に断るというのは、まずありえないと思う。だ少なくともそうでないものも含めて配信ができる場合はあると思うんです。それについてはやはり今後も継続協議をするっていうふうに約束してくださいよ。お願いします。今おっしゃったですね、裁判にかからない話ということであれば、例えば事前にですねご質問をいただいて我々回答するというスタンスも できなくもないっていうところもございますので、そういったやり方も含めましてですね、今後事務局で、通して、調整させていただくというような形になろうかと思いますけど、ご質問して回答するというのは書面とかじゃないんですよね。そちらについてはまた調整させていただいて、手段やり方というのは調整させていただければと思いますけども、やっぱりそれはちゃんと直接会って当事者の声を聞いていただいて、だってそうじゃなければ全然もう今日だってもう陳情のことになってるわけですよ。やっぱりそれなど話をして、多少ご理解いただいたかと思うんですよね。やっぱ実際に会って話を聞いていただく必要があると思うんですよ。もちろん会うということに対して拒絶するつもりはないんですけど、あくまでも我々の立場も先ほどから申し上げているように裁判に関わるというところ、それじゃない話につきましてはきちんと我々の方で真摯に対応していただくということはございますけれども、そこに関わるような話になるとですね、なかなか経験にというところもございますので、そこは 何とぞご理解賜ればと思いますけど、さっき米倉弁護士が言われたように、裁判は例えば最高裁判決が確定するまで、ね、やるんですか、あと何年やるんですか。でそういう問題じゃなくて、できるだけ早期にこの問題を解決していく、そのための話し合いが必要だということです。だそこをね、間違えないでください。裁判に関わるものは一切裁判でということだったら、もう本当にあと10年かかるかも、20年かかるかもしれない。そんな馬鹿げたことを当然がやるんです。そうじゃないでしょ。やっぱり一日も早くこういう事態をどう収拾して、被害者との間で解決をしていくか、その点をぜひ考えてください。我々は裁判が目的ではないんだからね。それは裁判、やむにやまれてやってるだけだからね。裁判に関わるから話はできないの。なんか
ました。何を言ってんだ。大企業としての社会的責任、社会的というか法的責任も認められている上に、その企業として社会に対して子どもたちもいるわけですよ。原告やあれだけでなく被害者、被害を受けた人たちは福島の県内外にもいるし、子どもたちも見ていて、東京電力といえばもう本当に一流の大きな企業じゃないですか。で そこにお勤めになっている皆さん方個人個人に対しての思いなんて何一つありませんよ。ただ企業として放射能をばらまいたという原子力災害を起こした事実はもう覆せない事実、7年前に起こしました。そこからのこの7年間のあなた方の対応は、今の先ほどの ADR の問題にしても一つ一つもそうですけど、不誠実極まりないということの自覚はあるのか。そして私たちが好きで裁判をやっているわけではないし、あなた方と同じ普通の企業人ですよ、普通の一般市民ですよ、私も普通の主婦ですよ。でどうしてこんなね対決しなくちゃいけないのか本当に思ってますよ。だけど企業人として思うところがあるのならば、きちんと膝を突き合わせて、本当に先ほどみたいに話がちぐはぐするんではなくて、その企業の社会に対する責任みたいなところをちゃんときちんと上辺だけの二枚下みたいなことをせずにやってほしいというのが私たちの願いです。本当ならばね、あんた方被害者にね裁判まで起こさせて申し訳ありませんというのが、これが本当の姿で、違う？でもそう、先ほど僕が加害者だったらそうや、僕が加害者だったら、あなたに何かを加害したらば、いやいや裁判にまで持ち込ませて申し訳ありません、これが相当因果関係の原因を作ったあなた方なんだ、なんだよその言い方は。そこが我々の訴えたいところ、上野から弁護士先生が言った通りですから、今後一つね我々のそういう裁判をやっている、私はやってます、やっていても東京電力と話をしたい、直接訴えたいと思ってるんです。それは真面目にここまで来たんですから、この事態なんですから、受けてくれるように社内できちっと検討してください。あと安倍弁護士先生に答えてください。すいません、会場のですね、使用のちょっと質問上からですね、時間がちょっとちょっと予定の時間に過ぎてしまったというところもございまして、大変恐縮ではあるんですが、わかりました。今日のところで、確かにその元々の時間的な制約があることはこちらも、それは選べないとは思いますので、今日のところはここで一旦聞きますが、ぜひ少なくとも、訴訟外のところに関してではということでの回答やり取りとかさせてもらう、これは当然私どもとしては、口頭の対面の場だというふうに認識しておりますが、さらにそういう、全体のですね、このやっぱり原発事故自体、これをどういうふうに解決するのか、みんな喧嘩し、もちろん裁判所で喧嘩してますけれども、ただ東京電力を潰せっていうふうに言ってるわけじゃないんですから、ちゃんとここはきちんと対応して続らんでほしいっていうところの、この理解の気持ちについてはぜひ理解してほしい、そういうことを含めて前向きな協議していきましょう。よろしいですかね。じゃあ今日のところはこれで終わりにしたいと思いますんで、先ほどの問題は払えるものがあればいつでも払ってください。そうですね、その対応で特にその ADR や直接請求に関してでの東電の対応の問題、原告であることを理由に払わないというのは、まさに先ほど主張が言ってたような、その相当因果関係がというところに出てると言えば全く関係ない問題なんですから、そこについてはもう、もし仮に一律に訴訟の原告についてはそういう直接請求を ADR でもやらないというような対応があるんだったら、それはもう直ちに改めてください。で訴訟については、それは回答していただくということに1週間程度回答していただきたいと思います。よろしいですかね。はい、じゃあ今日はそれで終わりにします。ありがとうございました。すみません、メディアの方に今日の動画から